はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はギレンの野望セガサタンバンジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回から連邦軍の唯一残った拠点ジャブロ攻略戦を始めています。今回その続きになります。ジャブロはですね、ちょっと特殊なマップになっているようで、皆さんご存知の通り地下の基地になっているんですけども、その入り口がですね3箇所用意されていて、その入り口からじゃないと基地の中心部に侵入できないという構造になっているマップでした。今回はね、そのマップ中心部地下への入り口を通って部隊を続々と乱入させていくという本当に最終局面をねプレイしていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。侵入させた部隊がややまだね、追いついてきていないところもありますので、引き続き敵のね、前衛部隊を倒しつつ我々も前に進んでいこうというところです。部隊数が揃うまで一回、退却してですね、侵入して退却してというのを繰り返してもいいんですが、もうここはね力押しでいきましょう。で、侵入すると敵の製造ラインを一時的に止めることができるので、唯一敵のね、弱体化というか、増強を防ぐ手段になってるんですけども、今回はね今お話した通りそのままいきます。なのであまりにも戦力差があるような場合にはですね、あえて無理はせず一度退却して戦力が揃うのを待つ、敵は増強させないっていう、そういうね、戦術もありなのかなとは思います。クランプ隊行くぞ。で、今回侵入させてる部隊はですね、ランバラル隊、ランバラル、クランプ、アコース、こういった面々がまずはね侵入をしてくれています。ここきつそうだな。防御しても持たなそう。どうなんだろう、防御すれば持つのかな。最強機体と言われているジムスナイパー2をもうふんだんに敵もね使ってきてますからね、なかなかきついですよね。持たなかったか。アーコースは先ほどご覧いただいた通りもうすでに撃破されてしまったって、あとはもうランバラルとこのクランプなんですけど、クランプもちょっと危ないかな、ジムスナイパーの前に。なんでこんなことに。ジムスナイパーは本当に強い。連邦軍の量産機としては最強ですね。こんな敵だと一撃で。これはトクワです。ごめんなさい、デミトリーです。デミトリー隊が完全撃破されたが、デミトリーはね、トクワンがビグロで撃破された後、そのトムライ合戦に出撃したザクレロに乗っていましたね。モビルアーマーの走りだと思うんですけど、隊列はノリスを先頭にニブバスの順番でいきましょう。ここでどこまで進めるか。ここの拠点が確保できるだ。拠点が確保できる場合は拠点を確保しちゃいましょう。ただ隊列は変更しておきます。攻撃はちょっとしないでおこうかな。攻撃して反撃で撃破されるともうそこまでになってしまうのでちょっとやめておきます。ここジムスナイパーとガンキャノン、ガンキャノンはまだ完全に残ってるな、ヒットポイントが。なので、まず確実にジムスナイパー1機でもいいので撃破しておきます。ここはガンキャノンかな、ガンタンクかな。このガンタンクを始末できるのであれば始末しちゃいましょう。もう相手も強いですからね。我々もゲルググを投入できる状態にはなってますけども、まだ数が揃っていないので中心はどんぶりになってますね。これちなみに散布すると効果あるのかな。あ、一応効果はある、ただホワイトベースとか中に入れないんですよね。ガウも含めてですけど、このドームは一応敵を引きつけ役になってもらいます。ここにいるのがアムロのガンダムなんですね。マグネットコーティングされたアムロのガンダム、ここはなんとかアムロの中に侵入させないというガウ決死の
防衛線を張りましょう。ランバラルもやられるのか、ジムスナイパーに。この次は怖いかぞ。いやー、ランバラル率いる、まあ、ドム3機編成というか、まあね、あの3スタックとジム手追いのジムスナイパーの2スタックにやられてしまうっていうのが、ジムスナイパーがいかに強力なユニットかっていうのをね、物語ってますよね。ではシャーも含めて、さらに後続で部隊を投入していきましょう。ここで潜入できるものに、まあ、シャア含めたゲルググ部隊も何個か入りますからね、期待をしたいと思います。相手も体勢を整えてくるかなというのもありますけどね。ズゴック隊は次のターンでの侵入になりそうですね。アッザムはどうなんだろう、中に入れるのかっていう疑問があるので、まあ、ちょっとここで敵の足止めをしておきましょうか。戻ってくるっていう動きをされると、まあ、プロトタイプガンダムとかね、邪魔くさい人たちは何人かいるので、まあ、そういう動きをされないように敵をここで足止めする役割を担ってもらいましょう。でここをうまく突破できれば、まあロンメルであったりドズルであったりっていうね、強力なユニットが攻撃に参加できるようになりますので、ちょっと一旦そういうところを狙っていきたいと思います。では侵入してくれたシャアも使ってさらに敵に追い込んでいきたいと思います。まあ、ジムスナイパー2、あとはまあガンダム系のユニットですね、これらをどうまあ始末していくかっていうところ、一つね大きなポイントになるかな。これ湧いて出てないか、こいつらジムコマンドとガンキャノン、それにこのライトアーマーとかね、いなかったと思うんだけどな。このアムロだけは絶対に侵入させてはいけないユニットだね、ここにいるアムロ。まあ、どうやってアムロの侵入を防ぐかだな。で、彼ら侵入してくれたユニットは一度運ばなきゃいけないんだな。そう考えるとちょっと時間がかかりそうですね。輸送するために一度戻っておいた方が良かったんですね、川の対岸にね。こういうところもちょっと日々勉強というところかなと思うんですけども、まあなんとしてもこのまま敵基地攻撃を完遂したいので部隊を進めていきましょう。まあシャアですらゲルググに乗っていても生還できる保証は何もないっていう、それくらい強いですからね。さあ基地中心部に切り込んでいきましょう。今攻撃を仕掛けているここがまさにその基地中心部本拠地ということになっています。またそのね、横にはプロトタイプガンダムがいて、ここにはフルアーマーガンダム2機ノーダメージで残ってますね。いやこいつら倒すのは厳しいので、やっぱり本拠地占領という形での集結を目指しましょうか。となるとやっぱり部隊数が欲しかったですね。ルナ2を攻略した時みたいにね、ある程度数がいれば、部隊数を盾に敵をね、寄せつけない押し出していくという動きで本拠地周辺を固めるっていう、まあ、そういう包囲戦も展開できたかなと思うんですけども、今回に関して言うと部隊数が足りてないので、敵が拠点防衛拠点にね、まあ、しがみついてくれてるっていう、そういう状況をちょっと狙うしかないかなと思います。ガンダムアムロのガンダム侵入されてしまった。侵入されないようにと思ってたんですが、あそこは蓋できないんだな。ガウでは私は騎士なのだ、貴様のような奴に負けるわけがない。ニムバスもここで撃墜されました。フルアーマーガンダムも防衛拠点にいる限り無限にエネルギーを補充されてしまうので、あんまりこのままあそこに座られるっていうのはいい状態ではないですよね。
ここは神末だが、シャンのゲルググです。神末なのだ。白老と、まあ、できれば神末長とシャアは別々に行動してもらいたいなと思うんですけども、戦闘域に到着するまでは一緒に行動してもらいましょう。さらに支援のザク2の J 型武装 C タイプ、つまりマゼラトップ砲を持った2マス攻撃できるユニットですね。ではまたこの後の輸送に備えてマップ端にガウを寄せておきましょう。まあ、といってもこの後入ってくるのは頭獄隊なので勝手に川は渡ってきてくれるかなとは思います。ここでガンキャノンだけでも始末したいな。ただドム傷ついてるユニットなんで逆に撃破されますね、きっとね。この、ね、初代ギレンの野望だと、まあ、少なくても戦艦、まあ、ガウとかホワイトベースとかにユニットを戻してもエネルギーは回復するんですけど、耐久値、ユニットの耐久値は回復しないので、もう消耗戦なんですよね、本当にね。消耗するのみ。さあ、シャアが到着ですね。到着したシャアですけど、まあ、残念ながら、先行していたドム部隊はもう跡形もなくなっているので、このまま部隊を進めていきましょう。本当だったらね、顔なし、まあ、つまりパイロットが乗ってないユニットをと合流をしてもらって、パイロット乗っていない部隊の能力を、ね、引き上げてもらうっていうことをちょっと考えていたんですけども、それも難しそうですね。ここはシャア、新松永、特腕という、まあ、エースの3人が乗ったところですね。まあさすがに強いよな。まあ、シャア専用ゲルグ、新松永と徳川に関しては量産型ゲルググなので、本来3機で1ユニットを編成しているモビルスーツになるんですけども、エースが乗った場合はですね、仮に3機編成のユニットであっても1機編成になってしまうので、できればね、量産機に関しては顔なしユニットにして、まあ、ワンオフの機体ですね、に関して、エース部隊を乗せるっていうのが理想的だなとは思うんですけども、まあ、なかなかね、生産のタイミング等々によってはそううまくいかないケースもあったりして、まさにそれが今回のケースなんですけども、新松永特腕であれば量産型3機編成、本来であれば3機編成のユニットに乗らせてもやっぱり強いですね。このアムロのガンダムには絶対に回復させたくないので、ちょっとアムロの防衛、拠点への侵入をこのザクで防ぎましょう。フルアーマーガンダム撃破。もう一機フルアーマーガンダムどっかにいましたね。まあ、我々もジオン軍最強の量産モビルスーツゲルググを投入しているので、まあ、なんとかね、巻き返しができそうかなというところですね。ここはもう一機のフルアーマーガンダムだ。これ潰しておこう。我が祖国に捧げる。行くぞ。まあ、シャアもほとんどダメージ受けてないのがさすがだな。戦闘を中断します。ではこの後ズゴックも投入して、続きやっていきましょう。では後続のズゴック隊も侵入を果たしましたので。投入していきます、まあ、陸に上がるとやっぱり多少ねズゴックなので、移動力が落ちるので、まあ、川を進んで、地下侵入口まで進んでいきましょう。いや、やっぱりユニット増えてるよな敵で。これもしかしたらジャブローは侵入しても生産を止められないとかあるのかな。こんなところにこんなガンダムいなかったもん。アンノウンのガンダムなんて。アムロはここにいるよね。アムロの動きは完全に封じたと言っていいのかな。
このフルアーマーガンダム先に片付けときたいな、回復される前に。まあ、ただ、やっぱり中心部、攻撃を行っていきましょう、優先して。で、今、メキシコシティから陸伝いで、このジャブラを目指している部隊がですね、敵によって進軍を阻まれているんですけども、これももうすぐ突破できると思うので、まあ、そこまで時間はもちろんかけたくないんですが、時期にですね、仮に時間がかかった場合でも、陸路でジャブローに向かってきている部隊が侵入を果たしてきてくれると思いますので、もう完全にね、戦いは我々は有利という状況で推移しているものと思います。いや、シャーのゲルグが強いわ。全く寄せ付けないですね。まあ、ランバラルはドームで散っていきましたけど、ランバラル専用のゲルググはですね、この初代ゲレンの野望では用意されていないので仕方がないんですけども、この後のね、続編のゲレンの野望の中には、ランバラル専用のゲルググとか、まあ、そういうユニットが用意されているシリーズもあったりするので、まあ、それはそれでね、すごく楽しみに、今後のプレイの中でやっていければいいかなとは思ってます。で、この後のギレンの野望のプレイの予定、まあ、ギレンの野望に関わらずというところになりますけれども、まずギレンの野望に関してはですね、僕はアクシズの脅威と、まあ、新ギレンの野望ばっかりやっていたので、まあ、実はあんまり、それ以前の作品、このセガサタン版も含めてになりますけど、やったことがなかったので、今それらをね、ちょっと一からプレイしようじゃないかということでプレイをしていっています。で、この後は、ギレンの野望で言うと、ジオの系譜になるんですけども、ジオの系譜のプレイを始める前に、もう一度この初代ギレンの野望のですね、今度連邦軍編をプレイしていこうかなと思っています。以前にもお話したことあったと思うんですけども、ブライトデン、大将を目指すというね、そういうちょっとコンセプトプレイをやってみたいなと思ってます。で、その後、ギレンの野望、ジオンの系譜、独立戦争機と進んでいければいいかなと思ってますね。その他のプレイで言うと、今、プレイしているのが SE ガンダムジェネレーション、あとは信長の野望革新、これはね、本土地の編を明智光秀でプレイをしています。で、それ以外の今後のプレイ予定で言うとですね、まあ、信長の野望系は、まあ、引き続き何かしらプレイはしていこうかなと思うんですけども、ハーツオーバーエンの方、アップデートが入ってるようなので、ちょっとアップデートの入った、その、ハーツオーバーエンの方、やりたいなと思ってます。あとは、帝徳の決断シリーズ。あと、スターウォーズのですね、エンパイア・トゥ・ウォー。これ、手元にあるんですけども、まだプレイしたことないので、これもちょっとやってみたいなってね、いうふうには思っています。あと、シンギレンの野望も実は、連邦軍レヴィル将軍編をプレイしたことが、なかったりするので、そこは、まあ、新鮮な気持ちで一度プレイをしてもいいのかな、なんていうふうには思ってるので、まあ、そういう、今までプレイしてきたタイトルでもね、まだやってない内容とか、そういうところにはチャレンジをね、していきたいな、というふうに思ってます。ちょっとシャアのゲルググ部隊一度戻して回復するかな。このまま押し切るだけど、エネルギーが残ってるかがちょっとクエスチョンだな。まあ、陸に上がるとどうしてもね、ズゴク隊は足が遅くなってしまうのはしょうがないのですが、到着までにもうちょっと時間かかりそうですね。最前線に到着するまでには。アムロのガンダムは完全に無力化できましたね。いや、ここはフルアーマーガンダムを撃破して、フルアーマーガンダムのいるこの拠点を手に入れましょう。もう敵の数決して多くはない。まあそういう状況ですね。あとはアウトオブパークベースボール。これも、まあメジャーリーグ含めて終了しましたし、日本シリーズは今週末からですかね。ジャイアンツと、戦いとは
ソフトバンクが日本シリーズ戦いますけど、まあ、そういうのも一通り終わったら、まあ、例えばですけども新庄の復帰とかね、まあ、昨年のオフシーズン話題になった新庄の復帰とか、そういうちょっとコンセプトプレーなんていうのをやっても面白いかななんていうふうには思っています。あとはステラレスの銀河英雄伝説元、これもねちょっとまた改めてプレーをしたいなというふうにも思ってますし、本当にねやりたいものはいっぱいあります。太平洋の嵐、太平洋戦記、こういうものも手元にはあのソフトとしては用意してあるので、まあ、やりたいなと思うし、あとコンパチシリーズですね。コンパチシリーズも今ゲームソフト自体、手元に徐々に集めつつあるので、コンパチシリーズもやっていきたいと思ってます。まあ、ただコンパチシリーズはですね、まあ、ガンダムは、なまっちゃいましたね。ガンダムは大丈夫なんですけど、ガンダムじゃないところ、まあ、ウルトラマンとか、まあ、仮面ライダーの知識がちょっと乏しいので、勉強用にちょっと仮面ライダーシリーズ、ウルトラマンシリーズの動画を、まあ、Hulu とかで見ようと思ってるんですけど、なかなかちょっと進んでなくてですね、ちょっとそこまでまだプレイできてないと。あとは、まあ、発売の方に関わらずですけども、何かしらの現代戦で、トランプの逆襲みたいなね、そういうのをやってもいいし、まあ、ちょっともう話題としては遅くなっちゃってますけども、選挙系のゲームなんていうのもね、ちょっとやってみたいななんて思っています。他なんかね、こんなゲームあるよとかね、こういうゲーム実況してみてとかあればですね、動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方のリプにいただければ、前向きに、すごく前のめりに検討したいと思いますので、お寄せいただければ嬉しいなと思います。では、残りのユニットこれ撃破していきましょう。まあ、せっかくなのでシャアのゲルググとアムロのガンダムで交戦してみましょう。何か、会話的なイベントがあるかどうかですね。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやろう。来させるか。アムロはもう全くエネルギーない状態、ゲルフもエネルギーないですね。なのでもう何もできなそうだな。ではアムロとシャアの会話も見れましたので、ここで次のターン持ち越しになりましたが、攻略をね完了していきたいと思います。さあこれでじゃあ終わらせていきましょう。アムロとシャアの会話も何回かありそうでしたね。何パターンかかな。赤色のモビルスーツ、シャアじゃないのか。これもねシャアとアムロの会話になりますね。奴が来たんだ。さらにできるようになったな。これでアムロも撃破。やったな。親父にもぶたれたことないのに。で残った最後の一手ですね、これも四方八方から袋にして撃破しましょう。トクワンのゲルググが相打ちになっちゃいましたけど、これで敵は全滅です。ジャブローの制圧に成功しました。我が軍の勝利です。ではエンディング見ていきましょう。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球は連邦政府に代わってギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種のみで地球圏を支配するという計画は実行に移され、地球住民の強制退去および抵抗する者への粛清は速やかに行われ、ギレンはその卓抜した政治的手腕によって不穏分子による反乱の萌芽を未然に摘み取り、地球の環境を回復することに成功する。乱世の非情な独裁者は知性にあっては優れた政治家となり得たのだ。そしてギレンは没後に至るまで人類を導き続けたのである。
はい、ということで、ギレンの野望初代セガサターン版ちょっと言えなかったですね、セガサターン版ジオン軍編、プレイをしてきました。いかがでしたでしょうか。次回は地球連邦軍編でね、ブライトに大将を目指してもらいたいなというふうに思います。